Welcome to the Gundam Online シリーズ。今回はベルファスト道軍戦で、今回構造じゃない、構成をちょっと変えまして、グフカスをちょっと抜いて悪党作を、まあ私はたびたび言ってますけども、悪党作を使いたい症候群なものでして、時々使いたくなると。一時期ずっと銃撃4機ってやってたぐらいですからね、非常にそれぐらい悪党、ペズン計画大好きっ子なんですかね、私はペズン計画そのものに対してはそこまで造形は深くないんですけども、結果としてガルバルディとですね、アクトザック、まあギガンはちょっとね、今この現状においてはあんまり最前線に立てる攻撃ではないなと、まあ、もうちょいね、ギガンに足配してギガン高速歩兵タイプ、砲撃タイプみたいなね、あのください。気持ち悪い。アッグになるんですかね、アッグ武装型みたいな、ね、あれ支援機でしたね、それは。ちょっと食らってしまいましたね。ここは上を取りましょう。まずは先にブースト回復して、のくずりませんでしたね。あ、転びませんでしたね。高バランサーですね。のくずりはしましたね、けどね。知ってるのか、ジャイアントバズでした。まあいいんじゃないでしょうか。で、ここで久々登場、私の愛機であるザク 2F 型ですね。まだ誰も使ってない時から使っていた、それぐらい好きな機体でございます。よいしょ、甘いよ。硬いね。どうだ、マップをよく見ましょうね。アウトラインがあるおかげで割と分かりやすいですな。中途半端な弾も打っといかんのだ。OKOK、結果としてなんか流れ弾で倒せましたね、もう一匹。 OK、ナイス。さあ行くぜ。アクトザコとは呼ばせない。なんかマレット型アクトザクが3月12日にリリースされるんではないかという噂なんですけども、それでも私はこいつを使っていく。おそらくそれは強襲タイプでしょう。強襲タイプということはですね、バズーカの威力が違うんですね。まあもちろんスピードは相手の方が、そっちの方が圧倒的にあるとは思うんですけども、それを差し引いてもこのバズーカ8500ベースダメージの9350、マックス強化でね、は大きいです。200ダメージが違うんでね、高バランサー時代において非常に優秀でございます。はい、さよなら。よいしょ、いやー、いい機体でございますね。ハハ、103発。
ちょっとまずい。シュテルム、それしかだね。あ、一応あれなんですな、指揮官代理なんですね。さあ、敵の補給艦は壊したようですね、まあ F 型はねいい機体ですけども、ちょっとね機動力、特にブーストチャージの低さは、あ、ブーストのチャージの低さはまあコスト相応ですね。あと最高速度が若干短い、ただその分ですね容量、こいつは非常に容量がある機体なんですね。甘いよ。まあいい突撃だったね。スチルムを食らわないだけ気をつけて、スチルムを誰が撃ってるかっていうのを知っておくといいですよ。よいしょ、悪くないよ。そっか、よし、これくらね。OK、 あー、オーバーヒート失敗。影とかでチェックをしつつ、ここにいんだろ。こっちの方がコストは安い。あー、回復されてしまった。それ無茶だ、いくらなんでも。それは無茶だ、ありがとう。ナイストライ。いやー、いい機会でございます。ジオン軍はね、当てやすいんですね、非常に当てやすいです。さっきのハイドックもしっかり、ゲルグもしっかり、非常にベースの横幅があるので、そういうデメリットを持っている。その代わり、まあ、スツルムといって、相手が細くても火力が出せるっていうのが持ってる。ただ今まではそんなに目立っていなかったんですけど、爆風がしっかりと当たるようになって、どれだけ当たってなかったんだっていう話なんですけども、まあ、散々マゼラがーって言ってましたからね。マゼラが爆風がーと言ってましたけど。そこからは当たらんのだよ。そっちか。OK。ルフですね。ズダですね。本日からズダは増えたはずです。よいしょ。禁止だろうと関係ないのだよ。僅差ですな。ガンガン潰していかなければならない。
うん、確かに海は来るかもしれない。オッカー、アルバルディ来ましたね。2に湧くのは割と地雷、あ、地雷という言い方はあれなんですけど危険ですね。持ってくれたよな。ブースト量が長いが反面ブーストチャージがそこまで高くはないので結構歩く時間が増えますね。ガルバルディはその辺がゲルググと違う点。ただ最高のなんていうんですかね、格闘範囲、格闘性能を持っているので、まあ、隙のなさというですね、意味でね倒したですね。転べよ転べよ、なんで転ばんかったし残念。微妙にあと1キャラ分ぐらい外れましたね。もったいね。まあ仕切り直していきましょう。ストルムファウストが見えた。死ぬ。ストルムファウストかな。オッケー。のけぞらしつつ味方が潰すっていうですね、その辺ね、マジラでのけぞら倒すっていうよりも隙をさらす、敵の隙を作る。あ、なんだ違った、起動してんの破壊後でした。壊しましょう。敵本拠点に接近、破壊を行う。オッケーオッケー。あ、なん使い捨てでいいんです。使い捨てでザク F 型はそれができるのが素晴らしい。動物園嫌いじゃないですね、まあ、この日本拠地はやめてほしいって感じですけどね。痛い。おっと何をもらった。ちょっとここがやっぱここに湧くのは低コストでしか湧いちゃいけないですな。まあ、核に関しては私はノーコメント、もう指揮官というのも歩兵で今回はやっておりますのでね、ちょっとスナイパーが厄介ですね。こっから先はスナイパーの射程なんでね、そこを気をつけなきゃいけない。先はね
パーにスナイパーが、うん、スナイパーね、スナイパーが天敵なんですな。なんか見えた。いましたね、やっぱりね。よいしょ。核がいた。これはまずい。おお、まいや。危ねえ。危ねえ。終わっちゃうんでね、あれでね。それみんなガン戻りですよ。焦るわって感じですね。あれはトゥース。立てるよ。これでね。うん。立てる立てる。スルーファーストを完全にもう下手に打たずに立てるっていう選択肢を取りました。そして一発分耐えるんでね。立てはそうやって使い方でいい。確実に立てが剥げるだけで済むので。そこはうまく使いましょう。ガルバルディでございます。格闘最初に持っておくと、あのゲルググルだと思われるので、相手がスルも警戒するんですね。バズーカをあえて持っておくことで、まあ、バズーカの形状が違うんですけども、そこまでパッと見で気づく人はいないはずなんで、先行ゲルググルはこれですからね。攻撃度はちょっと違います。バズーカの形状が。という違いがありますね。やっかいですね。もう完全に膠着って感じですね。さてどうしたもんですかね。飲んできた勇気を褒めてやろう。回収を迅速に行う。手を貸してくれ。作戦時間は残り1分です。いいバックアタック。当て。当たりすぎだ。少しはよけろ。という感じのございました。
ちょっと中後半 しんどかったかなという感じですね。2のあそこのラインで守られると結構ですね、敵はもう後衛がしっかりがっちりいるので前に出るのが結構難しくなるっていう感じなんですよね。そのおかげで、攻めあぐれたのが後半15分ぐらいから見られ特に、見られましたね。あれがもうちょいこっちに攻めさせておくと、もっとですねスマートに戦えたんじゃないかなという感じです。ちょっと無理見詰めというか、どうしてもあそこに前遊び前だとスナイパーのとねロックの餌食になるんで、そうすると私みたいに隠れてが奇襲をメインとするプレイヤーとしてはきつくなるっていう、そんな感じでございました。まあこんな感じですね。やっぱ3押さえておいた方が、ただ4でもね、4と5海もね、さっきみたいに際どい角のあの海を押さえておくと核があるので、そういったその一発の方は確実に南の方が怖いですね。ただ、北の方がすごく戦いやすい、3押さえた方が戦い全体的に戦いやすいです。高台なんでね、っていうのがこのマップの特徴なんですけども、早く変わってくれって感じですけどね、もうちょいここはどうにかなんねえのという気がしております。それではですね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。